この動画は釣り素人の3人が本物の釣りバカになるまでを記録した動画です。口から、お、マジ？いいやん。来た来た。指カメラ。あ、バレた。マジ。あ、お、なかなか面白いし。なんやろ、なんやろ。竿先ガン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 。あれ、外れた？いや、引いてる引いてる。でもなんかちっちゃいっぽいね。うん。また腹とかにかかったっちゃない？あ、サゴシやん。おお、俺のと一緒ぐらいだ、さっきの。はい、俺一匹、宗男くん一匹。やべえ、かかった。おお、サワラってどんくらいからサワラですか？まだ大きいの、うん、まだ全然サゴシ。どんくらいなります？まだなります？うそ。へえ、それ釣りたい。それ釣りたい。ここら辺何が釣れます？ハマチとか釣れないですか？ハマチ。腕次第。アラカブ好きね。アラカブ好きね。味噌汁やん。おお、アラカブ好きね。好きよ。味噌汁今日。美味しいよこれ。高級魚って言うけどね。美味しいよ、アラカブ。すげえ。やっぱ岩場にいるね、アラカブ。やっぱ当たりだったね。うん。半信半疑で合わせたけど。すげえ。綺麗に浮かんでる。思いのほか引かなかったから、サイズが。40グラムのロングですね。はい。そして竿はさっき買った。さっき買った。ソルパラ。ソルパラの10フィート。10フィート。俺と全く一緒。全く一緒。ちなみに胸落ち、あ、そう、ダイソーのジグを改造したわけよね。100円ショップダイソーのジグを改造した胸落ち。ファーがついてますね。ファーをつけたの？ね、やっぱファーつけた方がいい、いいんだね。白目立つかな。いいな。俺も釣ろ。でも青物釣れてほしいな。あ、本当？うん、君やれるね。まず昨日釣ったお魚を見ます。宗男くんが釣ったアラカブ。その前に今日何釣るんですか？宗男くんが釣ったアラカブ。その前に今日何釣るんですか？宗男くんが釣ったアラカブ。何するんですか？携帯の電波みたいに仕上がっております。さあ、何作る？味噌汁。味噌汁ね、はい、まず一気の味噌します。鱗を取ろうね。これでかいね、こいつね。まず鱗を取りましょう。顔の方にもね、鱗がついてますので、アラカブは。さっき YouTube で見たから。この背びれのね、内側にもね。脇の人がね。ああ、脇が。脇が甘い。甘いからね。いった。すごい刺さるわ。そして次にエラを取ります。エラを取ります。西川清でございます。なんかね、ここにね、うん、包丁入れるんだよね、このエラのそこの下、うん、そうそうそう。そして、うん、ここに、うん、沿ってこうくるっとしましょうね、うんうん、でくるっとしたら、このまま、うん、こう切るのかな、わかんないけど。そして、うん、
エヴァ出てこいや。もう力技ですね。ここまで来たらね、多分やり方は違いますけど、ウェラが取れました。おお、そうそうね。そしてこの尾びれのちょっとしたらへんを肩、こいつ、こいつはこいつはなかなか硬いです。この方を開けます。そして開けて地獄をヒット出します。自分で笑うのかこうすると事故がヒット出てきますね。お、こいつ卵なんか美味しそう。何してるんだ。すごい。こっちもうまそう。ここ浮き袋も入ってます。入ってますので、浮き袋も取って針で切ろうか。どうするのが正解かは知らないけど、でもなんか見た目的にさ残しとくんじゃないの。ハサミで切ります。正解どうなんだろうね。ハサミで切る正解。さっき見たクックパッドで、そう、これはこれ、うん、ハサミで切る。丸裸にすんの。丸裸にする。唐揚げにするときはそうするって。うちのマネージャーも作ってくれたよ。身が見えねえ。身が見えん。昆布のお布団巻きです。お布団巻きっつうんだ、うん、布団。じゃあちょっと味噌汁からいただいちゃおう。カサゴ味噌汁、うまい、うまい、うまい。お出汁入ってる、ちゃんと味出てる。味入ってる。そこで一言、どうぞ。まゆまゆ座布団持ってってうまい、うまい、ほんとうまい。あー、胸くんいいの釣ったね、ほんとうまいよ。うん、うまいね。うまい、うん、身をちょっと、うん、見た目うまそうだもん、これ、うん、ほんとうまい、うん、あ、うまい、うまい、あ、うまい、うまい、身うま、めちゃくちゃうまい、うまい。これ作り方誰が作ったっけ。マネージャーが作ったからもう今度作れない。うん、マネージャー、うちのマネージャーが。もう酒蒸しっていうの食ってみようかね。うん、ああ、なんだろうこれ、初めて食った、うまい。今日マネージャーも食う。マネージャーうまい、うまい、めっちゃうまいよこれ。身がプリプリしてうまい、本当にうまい。めっちゃうまい、びっくりした、初めて食ったこんな。うまい、うまい。これマネージャー吸ってよ、これも。これ顎しか出してない。うまプリプリ、身あうまいやろ。うまい、あらかぶってうまい。うん、ちょっと食レポ風に言っていいかい。うん、今日はね、あらかぶのお味噌汁、うん、これを食べてみたいと思いますね。まずスープから。スープっていうの。スープだよ。魚の出汁がよく出てて大変。さっきさ、ゆうぴーさ、お上品なクックパッド見てる時にさ、出汁のことずっと出汁って言ってたよね。デジル、デジル言ってたよね。あれで出汁って読むんだよ。デジル、久々に聞いた。デジルだね、うん、いいデジル出てる。出てる、デジルが。今度身の方をちょっと、見た目がいいもん。お腹の方からこう、これぐらい取って、うん、身を、身をこれで、うん、うん、プリプリして美味しいですね、これ。面白いことも言えないよ、もう。どこにないよ。いや、自分でやるって言い出したのにさ。ないよ、もう。もう飽きたよ。飽きた。じゃあいいね、もうね。ゆうぴーうまかったね。うまかった。台風来てるけど。今日、今回なんつった。フグ。フグは引っかかったやつね。いや、フグだよ。フグって意外に何かつったっけ。ムネオくんがカサゴ3匹と、
浜サゴサゴシ一 匹, 匹。俺がサゴシ一 匹, 匹。俺がフグ一匹。フグを引っ掛けた。それはカウントされないよ。もうカウントしてくれよ一匹ぐらい。ちゃんとシュワジキングで釣れる魚をカウントしていくから。あ、じゃあ、じゃあこれはどうなの？シュワジキングで釣ったけど、これはあれ。これ釣れる予定だよ。これは予定なの？うん、ジキングで。じゃあな、今カウクリアなサゴシとこれとだけ。二種だけ、うん？全然進んでないね。うん。ダメだよ。で、ムネオくんが全部で5匹で、俺が3匹で、UP が0。で、今回もなくしたルアーは6個。いつもなくしてるやん。お金をかけるスポーツだからね。かけて釣るスポーツね。釣るスポーツだから。早くさじゃんか。早まー。さよなら。